3回お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、毎月やってきましたけども、はい、まあ、今年1年の振り返りじゃないですけど、はい、まあそれも含めてね、うん、1年のリンゴ決算をやると。どうでした？1年1年そうですね、去年に比べたらだいぶ良かったんじゃないでしょうか。まあまあ全然さ、はい、あの違うと思うんですよね、うん、動画の本数もそうですし、まあ本数かな、やっぱり一番。確かに本数は変わりましたね。まあ、毎月の推移も結構面白いですよ。ああ確かに確かに、そう、はい、それでどうなったかっていうのも分かる。すごい伸びてます。すごい。あ、人件費、あ、人件費、人件費、人件費、まあ、税組み調整、人件費、まあ、伸びてる、めっちゃ伸びてます、まあ、すごい期待させるということで、じゃあ、12月になりましたんで、はい、12月のリンゴ決算と、かつは1年間の振り返りというものをやっていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、リンゴ大決算ということで、はい、まず最初に、明確にしたいことがあります。はい、何かありました？あります、はい、じゃあ、前回ですね、はい、謎に増えたヨリンゴがある。あー、ありましたね。はい、なんじゃこれはと、はい、もう見てる人みんな気持ち悪いわけです、絶対。はいはい、はい、だからまあそれを明確にしていきましょう。お願いします。お願いします。まあてかまあ明確になったんですよね。エクステだったりとか、まあ、他のもろもろしたお金がちゃんとこうあって、そうです、で、それが要ははっきりしなかったと、前回の段階では。ということで、まあ、それであの明確になりましたので、はい、はい、そちらのしっかり経理上問題ないということです、はい、では実際に今12月25日ですけれども、はい、現状ヨリンゴ、はい、教えていただけますか。てかリンゴって何ですか。リンゴはリンゴです。今日クリスマスだからちょっとハートになってる。いやでもそのハートをペッチさせて12月25日現在時点で、はい、今のヨリンゴは440リンゴです。あ、444ですね。あの、俺、不吉だから俺ですマジやばい。何で今の締め444の最高じゃん。ヨリンゴ今、444やだわこれ。前回ね、口座を確認したら600リンゴぐらいあったということで、え、めっちゃ下がっとるやんという話ですけど、これ今12月25日現在なので、リンゴがまだ入ってきてないんですよ。だからこの状態です、はい、これを年末に出したいっていう意図があったので、この早めに取るっていうことだったんで、はい、まあ、そこはちょっとご了承ください。はい、12月の概算出していきたいと思います、はい、総収穫ですね。総収穫が12月は280リンゴになるでしょうというような状況ですね、はい、非常にヤバい。ほう、非常にヤバいですねこれは。確かに、はい、結構びっくり。まあでも12月はちょっとその閑散期というか、うん、そもそもまあ伸びづらいんじゃないかっていう予測は一応立ててはいたんで、一応まあこういう感じなんですけど、予測は間違いないですね、ではあったんですけど、ちょっと結構意外と言ってるなっていう、うん、他の YouTuber もみんな掃除して伸びてなくて、はいはいはい、12月のしかも年末近くなるとやっぱみんな外出たりとか、うん、テレビも面白くなって多分見ないんだと思うんですけど、はい、毎年それはあったんですけど、今年は特にみんな伸びてない気がします。がシンプルに見られてない。あ、僕らももちろん見られてないです。あ、それも含めですけど、それ大前提としてそれもあるんですけど、ね、あ、もちろん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 。はい、ということで総収穫量が12リンゴでした。うん、で、僕は企画費が現時点で61リンゴなんですよ。わ、全然使ってない。全然使ってないですよ。いやでも、うん、北海道行くから使って90ですね。まあでもこれもそんな使ってないけど、まあただ楽であってですね。うん、そうですね。 40% 採用言ってたわけですから。うん、確かに確かに。だとしたら、まあ、収まってはない。うん、人件費は172リンゴになってるんですよ。あら、きちい。半分以上まあただこれよく言うなら、うん、人を大切にする企業です。うわー、あー、すごい。いい会社。人を大切にする。ありがとうございます。前回はね、170リンゴだったんですけど、はいはいはい、今回172リンゴになってる。これなんでかというと、こう、天満ちゃんが2リンゴアップしたと。まあもうすごいですから、はい、もうクリスマス年末関係ないですから。え、大丈夫って言ったんですよ一応、はい、クリスマス飽きるとか、あの年末とか大丈夫って言ったんだけど、ただ唯一一人、まあ、全部いけますって。あ、もううちのチームで多分唯一ですね。天満ちゃんと相馬だけか。あ、やめて。これ社長だから。社長だから遊んだらないけど、うん、そういうことなんですか。ちゃんと理由があるんですね。当たり前でしょ。普通に友達も恋人もいないもんだと。いやー、そういうね、勘違いされるよね。社長だから。あー、そうそう、自ら選択して仕事をしてる。あ、もう全部切ってる。全部切ってる。全部切ってる。かっけえ。早速全部切ってるから、うん、でですよ、この段階で相馬の役員報酬50リンゴ、うんうん、まあ、まず払えないわけですよ。まあそうです、ね、だからまた今月も赤字です。ああ、やったことは、あの船は穴入れるってことね。
まあ、空いてるっていうか、まあ、まだ空いてはないけど沈んできてるって感じ。まあまあまあ、でも赤字もありますからね、うん、普通に企業としてやってるのであれば。やっぱそうあるんだね。まあ、あるでしょ、うん、その赤字に耐えれるようにここを作っとかなきゃいけないっていうわけで、うん、まあ、だから別に僕は赤字は別にあって別にいいと思いますけど、うん、昔の発想だったらこの50リンゴ絶対払えてないですよ。まあ確かに、それは、そう、そうだね、うん、4人分なんて概念なかったから、うん、確かに、あ、こういう時に助かるんだ。そうですよ、確かに。ということで、12月は以上ですね。はいはいはい、1年間今から振り返っていきますね。はい、はい、ここからが楽しみのところだよ。そうです、まあ確かに、1年でどれだけ成長したかっていうのは確かに、確かに気になりますよね。確かにね、はい、まあ、どう変動してってるか。そうですよ、でも今見たらひどいことになってるんじゃない、1月とはぁ、どうしたら分かりやすいですかね、まだ、はいはいはい、どん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 上ってきてはいますよ。確かに確かに、はい、で6月、5月、4月、3月僕が、関わりとしては2月ですよね。そうですよね。で、動画に僕が出るようになったのが3月だね、3月だね、っていう形で1月、2月がやっぱりこれはもう本当にひどかったですから、ね、だからそれこそだから、うん、みんなに給料払えなくてその自腹でスーさんにあげるっていう。そうですよね、それが2月ですよね、うん、そうそうそう、その時はそんなに導入してたんで俺はすみません。まあまあまあ、そうかそうかそうか、そうか、はい、だから1月2月また導入するかもしれない。いやでも今年は絶対ないですね。おお、絶対ないっす。それはすごいありがたいっす。まあ、絶対って言い過ぎるのはよくないですけど、まあまあまあ、でもなんかその気配の感じ、うん、これはその収穫量ですよ。こういう推移でこう上ってきてます。でやっぱ面白いなと思う。12月今僕らの中でもピンチ感あるじゃないですか、うんうんうん、やばいなと、うん、2月8月うん、あんま変わんないです。確かに、そうす、だから2人は経験があるので勘、うん、みたいなものはやっぱり養われてるんだなと、うん、確かに8月12月はマジ伸びないんだよね、うん、っていうのを僕は聞いてた、うん、いや盛り上がる人は盛り上がる、でもそれは、うん、それは今乗ってる人とかもともと力がある人っていうのを聞いてたんで、まあ、だから僕も結構焦ってたんですけど、うん、数字を見てすごい落ち着きました。確かにマジその通りだね。確かに本当に同じぐらいになってる。だって本来3月ってすっげーリンゴ取れる月で、ボーナス月で、うん、で350なんですけど、もうそれを優に超えてますから。他で確かに確かに1月2月何やこれは何もうだから動画ほぼ取れなかった。本数が少なかったな。本数がめっちゃ少なかったっす。ただなんか俺の中でアベレージがあんま変わってないなっていう、最低アベレージが実は1桁万台がほぼないんで、ね、1月2月も1月ここの時の再生ワースト1位は背骨矯正で9万6000回、あで2位が、まあ、ジビエ鹿肉11万回、3位が質問にございます13万7000ですね1月。うーん、なるほどなるほど。で今月、うん、これは1位がニヤついちゃいけない佐渡教室7万4000回消防車ドッキリ8万2000回、はいはいはい、ボディペイント12万3000回、まあ、こっから伸びるっていうのもあるんだね。それらはね、1桁問題があってたのは7月ぐらいですね。伝説のそうです、キキビールですで、そう考えたら父の日あったやん、俺の、父の日一応17万5000回伝説されてる。だからそんな一桁問題そんなになかったって言ってるけど、うん、今もそんなないんですよ。うん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 、まあ、まずこれを見て思うことありますか。なんか泥酔なめる率やばくないですか。いややっぱすごいねこれね、泥酔1位の泥酔なめ率確かに異常ですね。すげえわ。逆に泥酔鍋じゃなかった時が夜にかける、まあやってない時ですね、はいはいはい、やってない時でやり始めた時からだと、うんうん、週刊誌の報道についてただけです。やばいよ、まあ、僕が思うんですけど当然の結果だと思います。いやまあそうですね、要はコラボしたら伸びるわけだ。まあそうだね、はい、まあ、自力でもうこれを取れるように頑張りましょうって感じで、ね、そうですね、うん、まあ、例えばじゃあ再生トップ2を見てもらえば分かるんですけど、うん、まあ、これもやっぱなんか要は報告系とかぐらいしかやっぱ撮ってないんですよね。やっぱもう泥酔鍋がすごいわマジで。まあだからそんだけトークってものを求められていたというふうに僕は仮定してますけどね。僕もそれは思いますね、まあ、もちろんコラボの人のあるんだけど、やっぱ泥酔鍋をしてもさ伸びない人っていうのはいると思うんだよ他の YouTuber、はいはい、だから俺らに適性があるっていうのはもちろんあると思うんだよ、うん、だって寿司凸も伸びてるしね、名人ロケマスの寿司62枚いってるから。確かに逆にワースト見てる。ワーストはもう全て自社コンテンツじゃないものがあるから、まあ、12月を入れないとして、はい、一番ワースト今のキキビールだね大好きな人揺れのキルも 10.1 っていう。本当にかわいそう。今日1日社長体験 11.1かわいそう。もしかしたら1月2月もきつい可能性もあります。だからヘキトラ陸上だって初めての1月2月ですから、
はいはいはい、そうですね、はい、どういう風な風向きになるか全く分かんないです。確かに確かに、まあ、でも1月の終わりぐらいは今まで調子いいっすね。じゃあ1月2月は調子よくなるんだ。いや、動画上げてれば。それはなんで？ YouTube って俺のイメージではやっぱその日常に見るのにちょうどいいのかなと思ってて、うん、その非日常じゃん、お正月、年末で3月とか卒業式とか、うん、そのみんなが浮かれてる時って他に娯楽がある時はやっぱ YouTube 離れる、再生数が離れるってイメージがめっちゃ強いです。へえ。1月とかってちょうど日常に戻るじゃん、うん、そうなるとみんな、まあ、YouTube に戻ってきてくれるってイメージが強いですよね。なるほどね。そこに来てくれた人をしっかりキャッチしていく。ああ、そうそう、ってことをやればやる人はあるってことですね。1月の中盤とかめっちゃ大事だと思うんですよ。1月の中盤にどんなことをしていくかです。もう今話さないんですか、ね、いや間違いないです、ね。まあ、てかもう本来ではもう決まってなきゃおかしいんで、12月25ですからも、うん、ということで今年のワーストとトップとか見てもらったわけですけど、うん、はい、じゃあ実際にじゃあ去年と今年どのぐらい変わってきたのかっていうところを話すんですけど、はいはいはい、まあざっくり言います、はいはい、2020年の収益、はい、去年の収益が2000ビンゴ約です。約もうこれもう大っぴらで言えないので、はい、そうだね、はい、もうみんなもうリンゴが何なのかもしれないし、感じてる人いるから感じてる人いるからこんな正確なリンゴすないリンゴはリンゴなんだけど感じてる人もいるんだ。まあだからあれだよね、そのこの収益だけじゃなくて他のそれこそ案件とかネクストお金とかも2000ってことだね、もう含めてですよ、はい、今年のリンゴ数ですね、総収穫量が4000リンゴです。4000、まあ約2倍、まあ、約っていうか普通に2倍ですねすごい、だそれも全部含めてってことだね。含めてです、もちろん含めてです、まあ、だって人も増えたもんね。人も増えましたし、増えたのってだって俺と一星だけでしょ。ああ、そうか、そうです、そうです、そうだ。で、その状態で110でやってたってやばいよ。行かれてますみたいな、これでもすごいな、110で5人ぐらい抱えてやってたってこと。そうです。どうやって払ったの？でも、ネクストのお金入ってないですよ。結構ネクストのお金で基本的に100人とか出してましたね、はい、なるほど。ネクストに生かされてましたよ。ああ、よかったよかった。じゃないと無理じゃないですか。まあ無理ですね、っていう感じですね。だから、はい、まあ、大体2倍ぐらいの収益、はいはい、収益収穫量収穫量ね。いや、これは相当の成長なんじゃないですか。視聴回数、はい、去年4254万再生です。4254万再生、はい、去年が。もうそれもすごそうに感じる。まあ、それもすごいです。じゃ今年再生回数7084万再生です。おお、まあまあ伸びましたよ、ね、めっちゃ伸びてる。はい、はあ、まあだからやっぱ泥酔鍋効果、まあ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 でかいですね。まああると思いますけど、めっちゃでかい。すごい生かされてますね。まあでもその生かされてるって言うけど、やっぱそのきっかけもカルビだったんです。実は俺はヒカルとそのチャンネルでコラボするっていうのはなんか申し訳ないと思ってたんだけど、はいはい、逆に絶対コラボした方がいいじゃんヒカルさんとっていうのから始まったんです。確かに。でもカルビがいなかったら多分レースでも始まってないし、でもずっと自転車操業だったよね。そう考えるとやっぱ偉大だな。まあ、みんな思ってたことだと思うけどね視聴者も多分ですけど、そのカルビも中に入って分かると思うんだけど、やっぱ意外と中でになると分かんなくなる。いや、それはありますね。もう沼です。うん、周りが見えなくなる。そうそう、なんかあれ魂吸われる要素あるよね。吸われるマジでめちゃ疲れない。それこそ9年やってるからもう分かんないですよ。麻痺がすごい。麻痺してるんですよ。よく分かんなくなってる。でも多分エキホがちょくちょくやってたい、うん、それはかなり関係あるかもしれない、もしかしたら。でも分かる、うん、いつまで経ってもずっと考えてるから。例えば俺が仕事だったらあれやってみよう、これやってみよう、他いろんなことできるけど、基本的にできることがYouTube 動画撮るんだけど、うん、だからそ難しいな。ああ、なるほど。難しさにすごい直面してますね。こうやって見るとやっぱすごいね、再生数もそうだしさ。うん、でもめちゃめちゃなんか今年あんまり満足はいけないけど、やっぱ頑張ったなっていうのはすごい感じますね。数字見て収穫量がバーン上がったじゃないですか。これは再生時間かなと。去年の再生時間は421万時間ですね。お、去年421万時間、うん、でこれが今年は1009万時間です。うわ、すごい。こちらも結構やっぱりこうなってる。その分やっぱりその1本あたりの動画の単価が上がったと言えると思う。うん、確かに。それはすごいことだ。でこれ僕一つ言いたいのは、もともとヒクチャートロちゃんの時って視覚に訴えたんですよ。はいはいはい、もうスマホから目が離せないような動画ばっかりだったんですよ。でそれを僕はなんか今のトレンドって何だって一応考えた中で、こっちに、まあ聴覚か、聴覚にアプローチしたら、うん、じゃあドライヤーしながらも見れるし、うん、何かご飯を作りながらでも、うん、ご飯を食べながらでも見れるよね、うん、
っていうのをまあ一応やったってことですね、うん、それの一つがまあトークかなみたいな、うん、まあマジでそれは感じますね。すごい苦手意識すごかった。いやすごかった。トークなんて誰が見るんと思ってたからね、うん、で今後ほら壁王がトーク苦手って自分で言うやん、うん、解決策見つかった、うん、壁王が MC する。おー、うん、MC 壁王。そう MC 壁王。俺はやりたくないですよ、ね、やりたくないの。やりたくないです。結構俺は壁王向いてると思うけどね。なんでかっていうと、あの声がでかい。まあ声が通るよね、うん、声が俺重要な気がするんでね。あと、まあ、出すぎない。あいやすごい気を使うから。確かに、うん、いやそんなに俺ハマってないと思うんですよ。うん、まあ、とか、まあ、てかちょっとごめんなさい、コメント欄が安心する。いや、コメント欄は俺がなんか新しいこととかなんかそういうね、ちょっと元気な姿を見せたら、うん、喜ぶんですよ。仕切りとかそういうのがハマってるわけじゃなくて、そういうちょっとしたなんか違うことを新しいことに挑戦する俺の姿を見て安心するっていうだけで、あの別にそのハマってるっていうのは、それはちょっとコメント欄を読みすぎかな。成長見てます。そうそうそう、俺の成長見てるだけだよね。まあでもコメントでめっちゃね、やっぱエゴシカうまいみたいな。エゴシカうまいわ。絶対うまくないじゃん。絶対うまくないけど、そのただ言うというか、なんかね、新しいことしてるからちょっと褒めようみたいな、そういう。いやでもどうだった、エゴシカどうだった。新鮮で、すごく、うん、もう楽しく見れました。新鮮だよね。新鮮なんだけ。新鮮なんだけ。鮮度伸びてる。鮮度だ。あれが毎日になったら別にもう何もない。いやそんなことない。そっちの安定感の方が大事だぞ。コメントにその仕切りがうまいっていうワードが出てくるみたいな。ずっと言ってる。仕切りがうまいって。どんなにやりたくない。仕切りうまいとかって言わせないのが仕切り。僕が一番歯が良かったところ。去年チャンネル登録者数、14万7千人増えてます。おー、去年2020年か。そうです、今年14万4千人なんです。まあ伸びてはいるけど、伸びてはいるけど、まあちょっと11月の失速がきつかったです。あそして12月も同じように失速してるんで、なるほど。それがあったら、まあ、もしかしたら15万とかいったかもしれない。確かに改めていかないといけないですね。まあチャンネル登録者数って、うん、2年連続で14万でも2年目の14万の方ももちろんきついんですよ。あ、なるほど。それはやっぱそのチャンネル登録しにくくなるで、あだから来年どうじゃないですか。来年も14万できたらそれは逆に成長してるんですよ。14万来年できたらでも100万結構視野に入ってる。いや確かに、来年で80万とかになったら最高だね。14万できたら80万とかになって視野に入るみたいな。視野に入ってますわ。100万人。おお、よっしゃ、新メンバー入れようか。よっしゃ。俺あと3人呼ぼう。セラピーやもうやだよ。という形でね、今年1年振り返りをしてきましたけども、うん、おまとめしてください2人。今年は本当激動だったと思いますね、うん、1月2月はまあ苦しかったっていうのはすごいあって、で3月にカルビが手伝ってきて、まあ、2月後半くらいからか、うん、でいろいろチャレンジして、なんかやっぱ山あり谷ありすごいあった年だったと思うんですけど、多分俺 YouTube ってそれの連続だと思うんですよね。なるほど。まあ今年の振り返りですけど、去年もそうだし一昨年もそうだし、まあ、ずっと山あり谷ありじゃん、まあ、それは続くと思うんですけど、来年はより高い山を目指して、でより落ちないように、うん、まあ、変動は絶対あると思うんですよ。そこを目指したいですね。今年はでもめっちゃ良かったと思います。なんかこれがすごいよね、これがね、うん、ハイウエスト目指してロックライミング、稼いでお金を置くために。社長が喋ってるから、ね、社長の真面目な話さっき言って、一番社長嫌いだから、はい、その校長先生が、はい、朝礼とか話してる時そういうのやったことあるないよね。俺が平成のボブ・マーリー。僕はこっちが好きですけどね。あ、いや、まあ、あれだね、生きてる感じがします、うん、こういうの俺あんま知らないですよ、この平坦、うんうんうん、安定的にみたいな、うんうん、俺、死んでるんですよ、死んでるんで、うん、あ、いや、もうこっちの方が生きてるじゃないですか。結局だから、ちょっと変わってないっていう。あれだったね。でも確実に僕らはこう今書いてくれましたけど、でも確実に今年はこうなってってると思いますよ。こうちょっと全然平均もこう上がってってると、お尻出てんの。心はあると、こうなってちょっとずつね、ちょっとずつは上がってってます。ありがとうございます。社長ありがとうございます。確実に上がってて、もう平均もここだけ覚えてる。でもいい意味でも安定感は生まれましたよね。自転車操業感っていうのはなくなったなと。まあ確かにそれはなくなった上で安心感みたいなところは
いや本当にそれはあるね。ありますね。で、やっぱカルビが入ってきてくれて、その動画の本数がもう確実に増えてるわけだから、うん、それって正直俺じゃできなかったことなんですよ、うん、やっぱその上げ続けるっていうのが難しい、うん、だからやっぱそれがこうカルビが言ってくれることでこう安定的になるっていうのはすごいありがたい。だから週4にずっと続けられてるのは本当に今すごいと思います。このリンゴ決算もそうだし、冷静なのもそうだし、なんかこうコンテンツを続けるとかそういうことっていうのがしっかりできてるから、なんかそれ昔だったらありえない。まあ確かに続けないからね。そう、なんか続けることの強さっていうのを改めて感じます。確かに確かに、はい、ということで、はい、じゃあ本当に今年中にありがとうございました。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 そしてまあ重大発表かかりませんけど、もう来年からリンゴ決算は基本的にはやらないです。うん、はい、だからそのプレミアム特別な機会はやります。こういう感じ、はい、大決算みたいな感じで、はい、っていうのがやるときはやる、うん、正解のうちの方針にしましたので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ということで、はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価高評価積極的転載をよろしくお願いします。ということで皆さん良いお年を。良いお年を。チャンネル登録お願いします。今やった。ああ、ありがとうございます。今めちゃめちゃナオでやってた今。え、やってたよね今ね。やってました。もうめっちゃやってた。